次の講師のご紹介をします。朝日新聞記者の中山由美さんです。南極の現地をね、いろいろご存知の方だということで、ジャーナリストから見た南極からのメッセージというタイトルでお話をいただきます。よろしくどうぞ。はい、こんにちは。私、朝日新聞記者の中山由美です。記者としてはちょっと珍しいと思うんですけれども、3回南極に行ってます。最初は2003年から45地帯、そして2回目が51地帯なんですけれども、今のしらせが就航した年、2009年の出発でした。そして61地帯、それで今年の2月に、61地帯で越冬して2月に帰ってきたばかりというところです。私の話というか、こうもう難しいことよりも、この南極の雰囲気、南極観測こんなことやってるんだみたいなのをちょっと、写真や映像で、楽しみながら、見ていただければと思います。南極観測ね、もう今62地帯が越冬してるわけですけれども、南極条約も60周年ということで、長い歴史があるわけです。うちの会社にこの、写真がありました。モノクロです。この時代、1956年の11月8日に第一次観測隊が宗谷に乗って東京出発するところ、もう本当になんか国民がもうみんなで応援した、そんな感じでした。朝日新聞、実はこの時に南極観測の始まりを応援したわけですが、やっぱりこう日本が戦争に負けてから10年ぐらい、もう本当にこの世界各国が南極に乗り出そうという時に、日本も乗り遅れちゃいけない、これはやっぱり国際社会に日本もこうね、一歩出ようっていうことで、なんかすごく国民の期待を、もう本当に担って出発したんだなっていうところを、すごく、昔のこうね、いろんな記録とかを見て感じました。そういう長いこう歴史の中、一時代からずっと続いてる観測もあります。昭和基地での、昭和基地をもうベースにしましたオーロラ観測とか、それから気象の観測、こう長い間こうデータを取り続けて、もう地道にずっと取り続けていることで、こう見えてきた大きな変化、あるいは小さな変化、いろんな発見、そういうものがあったと思います。そういうふうに長く続けて継続してデータを集めることも大切ですし、南極観測ってその時代時代で、いろんな、チャレンジをしてきました。オーロラをの観測とか、隕石探査とか、いろんなことがあります。それはちょっとですね、これから映像で見ていただこうと思いますが、一番最初の、最新のは、61地帯での、挑戦がありました。はい、おお、そういうこと。ありますね。南極、昭和基地の近くでね、一番会えるのがアデリーペンギンということですけれども、昭和基地って南極大陸の上ではなくて、そのすぐもう目の前の東ヨングル島というね、小さな島の上にあります。その大陸まで4キロ、海を隔てて4キロなんですが、今ご覧のように冬になるともう海氷がびっしり固く張って、その上を雪上車でも走れるということで、雪上車で走って大陸に渡って観測をするということが続けられています。さっきのね、アデリーペンギンに比べるともう 2,3 倍ぐらい大きそうな、もう皇帝ペンギン、小学1年生ぐらいのね、大きさがあります。130センチぐらい。皇帝ペンギンは衛星地が遠いんですが、たまにこう会うこともできます。そして何といってもオーロラなんですが、本当にこう極地だからどこでも見られるというわけではなくて、ちょうどオーロラが出やすい光帯、その緯度ちょうどいいあたりにこう昭和基地が真下にあったので、オーロラの観測ポイントとしても、とてもいいところということです。そしてこの61地帯の一つの、観測のトピックスだったんですが、特定氷河沖というところに、これ後でまたちょっと説明をしたいと思うんですけれども、日本だけではなくてアメリカやオーストラリアも協力した、素晴らしい観測がされました。これは、もうちょっとね、冬に入った映像です。天気の良かったね、夏に比べますと6月7月ぐらいっていうのは、ブリザード、
まあ、激しいこういう、ね、天気が多くなります。まあ、どんなに天気が悪くても、まあ、やっぱりデートを取り続けようということで、本当に24時間365日休むことなく観測は続いています。こういう強風の中でも気象隊は頑張ってこの気球を上げているわけですが、ご覧のようにね、もしかしたらどこかでご覧になった方もあるかと思うんですが、世界各地で一斉に上げています。同じ時刻に世界各地いろんな場所で上げることによって、大気の流れ、まあ、そういったところから気象、まあ、そういうものを調べて、予測に役立てたり環境変動を見たりということになります。そして冬、5月の終わりからだいたい7月の半ばまでは、昭和基地っていうのは太陽が昇らない季節になります。太陽昇らないといっても、水平線の下のあたりまでねお日様が来ているので、ちょっとねこんな不思議な空の色をして、真っ暗になるわけではないです。昼の時間です。はい、またそしてですね、またブリザードかっていう感じです。本当にこうね何回も何回も来たり、本当大変ですが、あまりこの風が強くなり、一番危ないのが目の前が見えなくなることが最も危険で、そうなるといくらこう頑張って、観測ということばかりも言っていられません。やはり危険だという数値に達すると、まず外出注意令が出て、そしてひどくなったら外出禁止令、もう観測しててもその建物にとどまりなさいという感じです。で注意令の時にこうやって戻ってくるわけですが、建物間の移動も非常にこう危ないので、ちゃんと安全のために複数で移動する、そしてこのライフロープというね建物間をちゃんとこの紐を伝っていけばつけるよというようなライフロープを伝っていくという、その安全を期して一生懸命観測を続けていきます。そして大変なのがね、やっと落ち着いたと思うとブリザードが残してくれたのがこの雪のたまりなんですが、もう毎回毎回この除雪が大変な仕事です。もう総出で本当もう素でも使ってやってます。そしてこのねパンジーという南極、大型大気レーダー1000本以上のアンテナで、ものすごい大型アンテナの機能を発してるんですけれども、そこも一つ一つ除雪してメンテナンスしてということを繰り返しています。よろしくお願いします。本当に観測研究者も大変ですけれども、設営の人たち、まあ、機械とかいろいろエンジンとか発電機、電気、いろんなものをこう、ね、みんなが支えて昭和基地を守っているというところです。はい、これはね、ちょっと、まあ、の途中のところですけれども、はい、こんな感じです昭和基地の、先ほどちょっと話しました突然氷河沖、これ今なぜこう注目されているかというと、先ほどありましたようにね、北極ってやっぱり温暖化が進んでいる、海氷なんかが溶けている、グリーンランドの氷床が溶けているっていうことをすごく言われて注目されている。じゃあそれに対して南極どうなのって言われた時に、南極大陸って氷が北極よりもずっとたくさんあって、しかも内陸の方っていうのは北極に比べ物にならないぐらいさ、そんなに劇的に温暖化進んでないよってこの間まで言ってたんですが、まあ、そんなにこうのんびりもしてられないんだというのは、やはりこう南極半島あたり、あるいは部分的に温暖化の傾向とか氷が減ってるんではないかなというのが見られてきた。そしてこの突天氷河の周辺でも、どうやらこう大陸に降り積もっている氷がこう消失してるのがなんか加速してるんではないかなっていうところにこうね、日本の研究者は目をつけました。そしてやはりこう氷河の末端のところ、海に接しているわけです。海水の、ね、温暖化とかそういうことも言われています。こう暖かい水が入り込んでいることも影響しているのではないかということで、観測をしてみようと。各国がこう目をつけていても、非常に周りが厚い海氷のところなので、そう簡単に行けないところです。でもこうしらせってこの観測船しらせは非常に砕氷能力が高いので、これを使えばいけるんではないかということでアプローチしました。そしてその近くまで行って、これはヘリから面白い観測をするんですが、観測の機械をこの氷の割れ目から覗く海面のところに入れて、その中の海水温震度とかね、そういうものを測ってみよう。これ今ポチャンと入りましたけれども、信号を送ってきて、これを捉えることができる。
この観測ですが、今日本の研究者たちがやって乗員が手伝ってますけれども、アメリカやオーストラリアの研究者たちとの共同研究、まあ、観測機器なんかも使ってやっておりました。こういうふうにごく普通に、まあ、私3回南極行ってきて、このどの現場でも各国のいろんな研究がこう本当に連携しながらやってるなというのを感じます。例えばその50地帯、これは2回目の時ですが、私セルロンダーネ山地というところに行きました。ここは昭和基地からとても離れて700キロ600キロ離れているので、なかなかこうね簡単には行きにくいのですが、今南極大陸に南アフリカから飛行機を各国でこうね、やっぱりこれみんなでこう使ったら便利だろうということで、共同のチャーター便を飛ばして、で南アフリカのケープタウンからまずロシアの基地に入り、その南極大陸のロシアの基地からまたいろんな現場に飛ぼうということで、私たちはこのセルロンダーネ山地、こういうところに最近は毎年のように行くようになってきました。ちょっと私の時はしらせでこう回っていったわけなんですけど、このセルロンダーネ山地のそばにはベルギー基地があります。このベルギー基地も実は昔飛鳥基地を、この辺りでは日本が、地質調査なんかで使ってました。今飛鳥基地は使ってないんですが、ベルギーが基地を作りたいよっていう時に協力して、いい場所をこうね、一緒に探したっていうのがあります。そして今度私たちが、じゃあセルロンダーネでまた、いろんな調査をしたいという時に、ベルギーの人たちが協力をしてくれるわけです。近くに、基地があるので、このように私たちが隕石探査で行った時は輸送を手伝ってくれました。この大きな荷物、それからスノーモービルとか、ベルギーのこうソリに乗せて、しかもこの雪上車で引っ張って、私たちがキャンプする場所までこう、ね、連れてってくれる、まあ、そういう協力もしてくれました。そして日本はここら辺で隕石探査の歴史もあります。もう日本の南極観測隊って実は1万7000個以上も隕石を集めてきたっていうすごいところなんですけど、やっぱりそういうノウハウもこう学びたいっていうことはありまして、ベルギーの研究者がじゃあ、自分たちも一緒にやりたいということで、この隕石探査のチームに入って、一緒に探していました。ベルギーの研究者、そしてエンジニアの人もこう私たちと一緒に探してます。でこれなんか石ころだけど隕石じゃないのかなっていうことで、日本の研究者に見てもらって、そうそうこれ本物です、隕石です、これで言った時に、やった見つけたぞということで、スティーブさんが、とても喜んでます。こういうふうにして、現地でもこう協力しながらやってる。まあ今もセルロンダーネ山地に行く際にはベルギー基地にお世話になって、いろんな路地の部分でもっと協力していただいているというのが続いてます。そしてまた遡っていきますと、私が一番最初に行った45時の南極観測隊の時は昭和基地から1000キロ離れた内陸のドーム富士基地に行きました。さすがにここに行くのは、まあ、1ヶ月もかかって大変なので、なかなかね、ここでの国際協力って難しいんですが、ここでやってる氷床掘削、ドーム富士基地ここになりますが、こういう氷の厚い標高3810メーターで3000メーターぐらいの氷の厚さがあるところで氷を掘るわけですが、いろんな他の内陸基地、例えばアメリカとか、ロシアとかドイツとか、いろんな国も別々の場所で、掘ってそのデータを持ち寄ってます。まあすごく寒いっていうのは、まあこれを見てご覧になってわかるかもしれませんが、お湯をまくと瞬時に凍ってしまうマイナス60度とか70度の世界になります。最低気温マイナス 79.7 を記録したドーム富士ですが、ここで氷を掘ってます。長細いドリルでこう毎回こう、ね、4メーターぐらいのものがこう上がってくる。それによってこう、ね、足掛け4年で3035メーター掘って、なんと72万年前の氷を掘り出した。そうすると上の方から下まで72万年分のデータが取れる。その中に含まれている大気成分を分析することによって、こうそこが暖かかったあるいは寒かった氷期とか間氷期が繰り返されてきたなんてことが分かるわけです。私このドーム富士に行った後に、日本で、こういう気候変動を研究されているフランスの研究者の講演を聞くことがありました。
そのフランス人の研究者の方たち、私すごくよく覚えてるんですけれども、1984年っておっしゃってたと思うんですが、当時、まあ、本当米ソ冷戦の時代なんですが、その米ソ冷戦の時代にそのフランス人の研究者の人は米軍の基地でソ連の内陸基地に行って私は研究しました。その当時としては本当世界情勢としては考えられないようなことだけれども、南極ではそれがごく当たり前に自然にできた。私は本当もう10年以上前に聞いた話なんですけど、今もすごくこう印象に残ってて、やっぱりそういうことの根底ってこうね、南極条約にあるんだなっていうのをこう痛感させられます。私は本当南極、まあ、北極こう何回も行かせてもらって、全国各地でいろんなところで講演してきました。子どもたちにもよくお話なんかするんですけど、最後はもう子どもであっても大人であっても私南極条約の話するんです。やっぱり素晴らしいなと思うのが、やっぱり領土権主張をやめよう、凍結しよう、それから地下資源の開発、それから軍事基地の建設、こういうものがダメだよやめよう、これってこう争いのもと紛争のもとになるものを一番最初に排除したわけですよね。でそこで平和を保つ、そしてこの環境を変えないようにしよう、で本当にそれなんか素晴らしいなと思う。それがまたこのね、60年以上も平和が保たれてる大陸、国境のない大陸って他にないわけですよね。世界中がこんな風になればいいよねっていうメッセージを、私の先輩の南極記者も言ってたんですけれども、本当これは私は語り継いでいきたいなと思ってることです。よく言ってたのが、本当人類共有の財産って言葉があるけど、でも私はこの言葉は実は好きじゃなくて、人類のものじゃなくてもうね、生き物たちの地球なんだ、まあ、そういうメッセージは、これからも私は伝えていきたいと思っています。どうもありがとうございました。